おチャンネルです。どうも。今日はですね、珍しく汚い事務所からお送りしております。今ですね、ケビンとキャサリンが秘密基地に滞在中でございまして、よくお昼ご飯を一緒に食べるんでございますが、今日はですね、昨日大宴会してたんですけども、その残りのチャーシューと冷やご飯などなどで、チャーハンをお昼ご飯に作ろうじゃないかということになっております。で、間もなくお昼なんですけども、その様子をしっかりと撮ってみようかなと思います。それだけかって言われると、それだけの動画でございます。行ってみましょう。どうぞ。最高じゃないですか、昼から、うん、飲んでますね、これ飲んで、これじゃあジュース札幌と書いてあるけど、札幌ジュースそう、私、いやでも今日行っときたいんだよね。飛んだ、飛んだ、まあ、実は昨日もね暴れたんですけども、それは動画を撮ってませんで。あらあらあら、行きましたね。卵を先入れバージョンですね。そうですね。冷やご飯の場合はこの方が、そうですね、大体うまくいくっていう。火力の少ないバージョンもこれの方がうまくいくんですよ。うわぁ、できた。これはで広げれるだけ広げればいいんじゃない、うん、今回の動画はこれもノンストップでいきたいと思います昨日のチャーシューが入るんですね。そうなんですよ。昨日のチャーシュー写真あったね、恵子さん、はい、あれを見せましょう。写真ね、チャーシュー自体切ってなかった。切ったやつ、切ったやつはサラタイな。それをさっき、そう、あのね、チャーシューの裸のやつがないの、うんうん、塊の、ね、なんかもんじゃ焼きみたいになってきましたよ。いいですね。ちょっとこの離れたところから様子をお見せしましょう。座りながらよいしょ。ね、今日は水曜日のお昼。今日も水曜日なの？水曜日。なんかもう曜日の感覚になって。ああ、うまいな。私はちょっとこの前菜を食べてください。なんかオーストラリアみたいになってるよ、うん、本当だ大陸ですね。あ、そしてよいしょ、ナムルに。これ美味しいよね。これはこれも入れる。これもそのまま食べたらいいですか。これはゆかりちゃんから来た。ゆかりちゃんのスナップエンド、ゆかりエンド、すごい。なんか、うん、いいじゃないですか、うん、おお、お金のやつみたいなね、うん、あ、また大丈夫、さっき切ってきた。朝ね、すごい綺麗にしたのね。やっぱり焼きやすいね。うん、焼きやすい。これ5年ぐらいすると磨きすぎて底抜ける泣いて泣いて水漏れるんでスーッとか言ってめっちゃ美味しい。美味しい。いや、もういい。美味しい。買ってみよう。鉄板の良さはこういう面積を、そうですよ、稼げるところだね。勢いで2枚いっぺんに焼けるのはすごいよね、うん、フライパンだとね、うん、2枚がいいとこだよね、うん、うちの鉄板だと2人前のいいとこ、うん、
チャーハンは大量に作ると絶対失敗するんですよ、うん、そう待たせて1人ずつ食うぐらいがいいよね、うん、中大さんでもそうだもんね、うんうんうん、こっちの向きに、うん、あ、こっちの向きに、うん、相手は連絡取れた、うん、パン焼きとうどんと洋食焼きの好きですかって言ったらまだ返事ない。何じゃ、名古屋のあの豚汁のうまい店を教えてあげたら次の日休みだったの。うん、そう。これでも動画を再生してるのなんでずっとチャーハンこの簡単にしてるところを見せられてるんだろうと思うだろうねこれ。もうこれとことん行きますからね、とことん。ほぼノー編集で。もうちょっとね。もう一回焼いて。あ、いい感じになってきましたね。うん、これ味を入れます。うん、塩、はい、塩サラサラアンデスの岩塩、ね、いやこれはねパキスタン、パキスタン、うん、まあインドとかあのヒマラヤとか同じ系統、はい、あ、喋んないで塩のねぎとか胡椒、胡椒、黒胡椒。これはどこの国のやつ？これは分かんない。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。いいね。でちょっと焼きすぎてお酒でちょっとつけると美味しいですよね。ちょっと水分足さなきゃいけないんですよ。うん、あの中華料理さん見てると必ず足してますね。だね。あとごま油足したりしますね。で、おお、でかい。出た。ゴロゴロチャーシュー。結構水分入ってるじゃないですか、そこに。いや、これタレ足しといたの。あ、ちょっと、このタレで、ちょっと甘めの味もつく。はい。いいですね。これ何ですか？お酒。お酒。これ醤油、ネギはパラパラっと最後にかけます。すごい酔っ払いそうな匂いしてきましたよ、うん、火を切ってもらっていいですか。火、火を、はい。切りました。はい。お客様参加の店ですか。ええ。はい、燃料。うん、ああ、いいですね。周りからちょっと凍ってた。だから周りをちょっと一巡させたらもう全然いけますよ。うん、あ、ちょっとキャサリンを味見して多分いいと思う。どうですか、美味しい、美味しいです。もうこない、もうこない、ちょっと塩強すぎたかな、ごめん。はい、はい、大丈夫かな、はい、あんまりボリュームになったね、ゴロゴロちゃん。変えましょうか、なんで、はい、はい、
なんかケミンが持ってきた。はい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 。ちょっとこれ。はい。はいはい。うん、共同作業。共同作業。はい。はよ。いい感じでできたね。ほら、そして、エミコさんスープですね、これが。素晴らしい。セット。うん、いきなり中華の、中華の国になってしまったよ。うん、やばいね、これ。やばいね。うん。できましたよ。私、何もしてませんが。はい。ちょっと完成でございます。半身をちょっと。乗せるとね、演出ですね。うん、演出ですね。大事。はい。はい、いい感じですね。ありがとうございます。いただきまーす。はい。召し上がれ。いただきます。チャーシューとかね。うん。うまっ。すごい。お水みたいな味がする。おお。チャーシューがすごい。お、よい、うなずいとる。うん、ちょっと塩多かったな。ちょっと撮影だからさ、答えずに塩に集中してくれる。食べるような感じ。うんうんうん、うまっ。いいよね、味しっかりで、うん、ビールが進むね、これ。そうなんですよね、うん、町中華だよ。うんうんうん、うんうん、町中華にしたよ。チャーシュー多い、うん、多いよね、ちょっとね、うん、リッチすぎるね。でも、いつでもやってて、昼もやってて、夜もやってて、誰か鉄板だけ、いや、なんか頼むと、なんか出してくれる。この辺が似てるんだよね。来たら OK くん、美味しいよ、美味しい。バタ。家庭うまかった。もういいです。どんな？目は食べたい。半分やめとく。目は食べない。食べなよ。じゃあ明日のコーヒー。みんなに育った育ったって言われて。というわけで、いかがだったでしょうか。秘密基地の平日のお昼。ね。こんな風に私たちは毎日のんきに暮らしております。まあこんなところで。